皆さんこんにちは、伊藤塾です。いきなりですが、まず最初に公務員を目指す皆さんに知っておいていただきたい大前提は、公務員試験は資格試験ではなく就職試験ということ。ただ試験に合格しただけでは公務員にはなれません。試験に最終合格をした後、面接試験を行い、内定を勝ち取れた方が晴れて公務員になります。さて、今回の動画は公務員試験の中でも国家総合職試験の合格・内定を目指す伊藤塾の先輩たちはどういう勉強をしているのかご紹介しようと思います。まず、2022年の国家総合職教養区分試験の結果ですが、受験生全体で 13.5% の合格率のところ、伊藤塾では平均の 3.8 倍である51.0% の合格率でした。人数にすると伊藤塾から58名が最終合格しています。この58名の中で、実は53名が伊藤塾の国家総合職ゼミという講義を受講しています。この高い合格実績を支えた国家総合職ゼミというのはどういうものなのか気になってきませんか？ゼミは一言で言ってしまうと、論文対策から面接対策まで必要なる政策課題研究を読み解き、各トレーニングとグループワークやグループディスカッションといった集団の中で自分をアピールする能力を鍛えます。ここの自分をアピールする能力は、ただグループの中で発言をよくする人ではないので注意ですよ。独学ではなかなか身につけることが難しいと言われている討論対策、グループワークやグループディスカッションの中で自分はどう立ち振る舞えばいいのかわからなくなってしまいますよね。そうならないためにも、伊藤塾では本試験で万全な状態で挑むことができるように繰り返し練習を行います。伊藤塾の高い実績を支えているのはこのゼミだと言っても過言ではありません。最初はゼミで全然自分の意見を話せなくても大丈夫、ゆっくりと、しかし確実に合格内定を得られるように伊藤塾で対策していきましょう。伊藤塾ではオンライン相談を行っています。もっと講座のことを知りたい、公務員の試験制度のことを知りたいなど思った方はぜひご予約ください。お待ちしております。それでは伊藤塾でした。